はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブはライブでは、今回は近未来編やっていきたいと思います。今よりちょっとだけ未来、超能力を持つ少年がいた。人々の本音を見すぎ、喧嘩に明け暮れる日々だった。人の心を読むことができる少年を取り巻く怪事件。果たして古代のロボット魔人ブリキ大王は復活するのか。なんか名前が微妙だな、弱そう。近未来編始めていきましょう。あんた今幸せか？え？どっち？別にそんなことはない。悲しい。そいつはお気の毒様けど、あんたの人生はあんたのもんだ。別に幸せじゃないけど、不幸とも言ってないからね。誰も手を貸しちゃくれねえよ。自力でなんとかしな。おっと、説教じみちまったな。ま、もう少し俺の話に付き合ってくれ。え、どういうこと？話を付き合うっていう体で物語が進んでいくのかな。撃たれた。お父さん、死んじゃ嫌だ。返事してよ。お父さん。その時すでに親父は息を引き取っていた。親父は勇敢な機動隊員で、暴走集団クルセイダーズと戦っていた。ディバイン・クルセイダーズみたいなもんかな。こんな出来事が待ち受けているとも知らずに、俺は親父の仕事を誇らしく思っていた。というわけで、今日からみんなのお友達が増えます。さあ、みんなにお名前を教えてあげて。ここで名前決めるのかな。ってこと、黒板届かなくね。アキラ、普通だな。よろしいです。妹の香織ちゃんです。みんな仲良くしてね。はい。あ、妹も一緒なの？同じクラス。渡辺くんは？渡辺くんも普通の名前だな。はい。しかも俺は名前を名乗ってさ、みんな名字なんだ。他、そして妹の香織とちびっこハウスに入った頃から、俺は不思議な力を使えるようになった。人の心を読むことや、手を触れず物を動かす力だ。人の心を覗けるぜ。え、そんなの？OK、それでいい。こんな力を持っていたら、あんたならどう使う？俺の場合は、
なんか人の心をずっと読んでるわけじゃなくて、読みたい時に読める感じだよね。流動。背中痛くなりそうだな、こんなベンチで寝てたら。公園動ける。あ、人の心も気よく話しかけんなよ。まあ、そりゃそうだよな。申し訳ない。たい焼き食べたい。え、便利だな。年寄りを殴るってなんで、こいつ評判悪いな。ドクロヘルメットのガキどもの仲間じゃな。あ、なんか暴走族的なあれと間違えられてるのかね。営業マンが公園にいる。こうしてサボれるのが営業マンの魅力。そうだね。とりあえず結果さえ出してればなんとかなるっていう職種があるからね。あ、たい焼き。人がいない。休憩中かな。子供がいる。ついてかないぞ。治安悪いのか、ここ。人さらい。めちゃくちゃ治安悪いやんけ。旗のとこ行こう。じゃあ目的地。あ、普通にいるし。こんな白昼堂々とさ、こんな怪しいやついんの。いやいやいや、ガチで治安悪いな。相手の心を読むことができる。まあ Y ボタンで探っていきましょう。え、話すとか。おとなしくしな。こいつら何考えてやがれ。はい。こいつを連れてきゃ今日のノルマ達成だぜ。ノルマか。下っ端戦闘員も大変だな。てめえらのノルマなんぞに付き合う気はねえよ。何を。公園にバイク乗り回すな。ガキが。いつからだ、クルセイダーズがチンピラ集団になり下がったのは。なんだてめえ。通りすがりのたい焼き屋さんよ。こいつがたい焼き屋さんなんだ。チンピラのボスみたいなのがいる。とりあえず射程だな。キック、ワイルボーもヒットポイント回復自分だけか。魅了とかあんの。効くこれ。ちょっとやってみるか。あ、その対象を選ばなきゃいけないのか。全員ってわけではないな。ちょっとローキックがこいつに当たるからローキックしてみよう。倒した今。ど根性キック。怒りの鉄拳。怒りの鉄拳の範囲が分からん。これ下にしか行かなくね。よく動いて稲妻アッパー。腹食いしばれで、あといけるのが、てかまあ格闘だな。これやってみよう。絶対効かないし。一人と290使えてるし。おとなしくしな。弱。一応ダメージ入るんだ。魅了されてる。では下のザクを倒すか。まだ届かねえな。ど根性キック。ど根性入れてないよ。スタンガン。なんか魅了とかどういうこと。こいつは、あ、しびれてしまった。これキック、両方威力は消化。バイクから蹴り落としてやる。痛い、つえ、めちゃくちゃつえ。セルフヒール使おう。痛えな。めちゃくちゃ回復するんだけど。
こいつがそもそもさ、しびれてっから。あーでも硬い。でも魅了とかマジで意味なかったな。あ、待って待って待って、変なとこにエルボやってた。これさあ、大丈夫か。いつ治んの、ジェットナックル。こいつ耐えられる、レジスト持ってるし。よし、ではヘビーブローで失神させよう。おら杖、スタンガン、これまたまずいな。大丈夫、 OK。 やることが限られてる。おら、スタンガン、スタンガン攻撃力自体は弱いからな。怒りの鉄拳もちょっと使って、お、上向いてるから上に行くか。いい加減にしときな。強っ。まだやるか。あ、経験値入るね。マタンゴライト、よくわかんないアイテムを手に入れた。素手で蹴散らせるほどの実力は持っているか。ま、復讐を糧に今まで生きてきたからな。センキュー、父親の復讐。俺としたことが。気をつけな。無法末って。ここんとこ、奴らの動きが妙だ。俺なんじゃさらっても金にならねえってわからないかね。妹の具合はどうだ。あれ、こいつは知り合い。まあ、香りは元気さ。あ、て。怪我したか。俺が送ってやる。なあ、まず連中何企んでんだ。わからん、ごまかしとこう。あれ、後ろ乗れる。心を読む。ここ一連の誘拐事件、間違いなく奴らが関わっている。そんな乗り方っていいの？絶対落ちるだろう。バイクの二欠とかしたことないからさ、わかんないけどさ、あれでバイク乗って怖くないの？ヘルメットもしないで。ゴーゴーブリキ大王。上にアンテナ立ってんだけど、ちびっこハウスか。え、まだちびっこハウスにいんの？てか何歳アキラ。みんなによろしくな。ちょっとここまで来たんだから会ってきゃいいのに。こいつここ出身なのかな、バイクに乗ってるやつ。無法末。バイクに乗ってるってことはまあそれなりの年齢だよね。免許を持ってんだから。無免かもしんないけど免許は持ってると思いたい。公園、うん、ロードが早すぎてなんて書いてるのかわかんねえし。あ、あなた、何その傷、また喧嘩してきたのね。うるせえな、ほっとけよ。
ほっとけじゃないでしょ、まったく。ほら、汚れてるからシャツ脱いで。ガキじゃねえんだから。はい、終わり。はぁ、また洗い物が増えちゃったじゃないの。装備を奪われた。ちょっと見てみよう。装備、一応レベルは4か。スウェットだけ着てる。バッシュ、グラブ、うん、こいつ格闘系かな。じゃあ、ま、近未来って言ったら別に剣とか魔法の世界ではなさそうだからな。今眠ったところ喧嘩してきた。これ寝ててもなんか死なないで。タロキチ、誰タロキチって。一応部屋1個ずつ覗いてみる。4人1部屋でも、ベッド1台と自分の机が用意されてんのは結構いいね。ってことはやっぱみんなここに住んでんだ。でここで授業かなんかやって勉強をやって、ここはあれかな、先生の部屋か何かかな、感じからして。でここをみんなで使えるよ的な。テレビを見てんな。お父さん、え、かわいすぎる。舞子姉ちゃんの部屋から薬取ってきてくれよ。僕が行くの？今プロレス見てんのに。完全に射程だな。え、何？そこ僕の席だからね。あれ、太鼓姉ちゃんの部屋って左の方に走ってったな。無風無風。仕返しなら俺も行くぞ。洗濯、変なとこに洗濯機、あ、なるほど、風呂場だから。あ、なんか光ってるよ。これはシャンプーハット。そんなもんつけんの。何の防御力の足しにもならないと思うけど。あれ、シャンプーハット頭か。いや、でもまあ上がるよね。それは数値的には上がるよね。現実にシャンプーハットなんてつけてたって何の意味もないと思うんだけど。しかもそんな、あ、トイレできる。そうやって座んの。ただくつろいでるだけじゃん。別にトイレでくつろげないんだよね。なんかそういうところじゃなくない？あれ、下、あ、どこだ？あ、ここにも部屋があるのか。どこにあんだろう。テレビ見てっから持ってこんよ。え？結局こっち来てんじゃん、自分で。ここにも部屋があるのか。じゃあ、あれ、さっき入ったか。あ、キラキラしてるテレビんとこ。ああ、さあ始まりました。全国プロレスファン待望の一戦。近くで見てんだこいつは。三沢か武藤か、どちらにせよ我々はこの日を一日先週の思いで夢に見ていました。ルールは前代未聞、前人未到のラウンド無制限マッチ。さあ今ゴングが鳴った。負けるな、ミサワ。回転エルボー。何すんだユウキ、兄ちゃん怪我してんだぞ。私何もしてないもん。喧嘩はダメだってば。はい、薬持ってきたよ。だってこいつ自分で治せないの。ファーストエイド。それよりプロレス、すげえ薬っぽいな。どっちが勝ってんの。わあ、そこは私のリングサイド。
ば香里ちゃんがタロ吉の具合が悪いって心配してたよ。タロカズが捕まえてきたあの赤耳ガメだよ。こいつまたあれかな、無風無風状態になってる。そういえば香里ちゃん、タロ吉カズが捕まえ、心を読んでみよう。僕よりカメの方が大事か。では妹のところへ行きましょう。あ、いつの間にか死んじゃうのかな。死ぬのって怖いのかな。かわいそう。そうだ、東米ならなんとかできるかも。あの古道具屋、ことぶき商会の東米だよ。俺相談してくれ。体が死んじゃってもタロ吉の心は死んだりしないわ。悟っているな。東米とかさ、古臭い名前だな。なんとか寺、筑波研究所。お、広っ。お、めちゃくちゃ広い。しかもうろついて、これ敵もしや、こんなにうろついてんの普通に。いや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 、いっぱいいんだけど。逃げるがテレポートに変わります。どこへ飛ばされるかわかりません。その敵強いの。もうこんなんさ、エルボーとかしたらさ、肘痛めんだろ。ローキックしたの大丈夫かな。これなんかミニ四駆的な感じなのかな、こいつら。大爆走94。強えし、しかもそれなりに経験値くれないとちょっと割に合わんぞこれ。ただ素早さは遅いな。このままどんどんローキックしていこう、まあ、動かない方が多分早く行動できるからね。これヒット目と回復どうなってんだ。まあそこそこだな。もう2、3回戦わないとダメだな。いるやつ全部倒していこう。家で回復できるのかな。これさ、親玉さえ倒せば多分全員いなくなるんだけど、その分の経験値ってどうなんだろう。ヒット目は30か。ギリギリ倒せね。足払い、反撃してきやがった。つえ、連続足払い。マジかよ。え、これ動けないってこと。あ、足が使えない。エルボーでなんとかするしかない。エルボーも強いんだけど、でエルボーここ届かないよね。ちょ、暇だから、じゃあセルフヒールを使うわけでもないな。動けないもんね。ってことは一回パスしよう。これステイとパスって何が違うの。はい、やった。ちょっと待って、ずるい。斜めに攻撃してくるのは。あ、動けるわ。エルボーで行こう。俺肘が痛い。しょうがない。一回動いてエルボーで行こう。クルセイダーの方が弱いじゃん。16しか人々ないよ。親玉先に倒した方がいいか。もうちょっとあと1回だ。レベルは上げたい。で、あとは回復できるかどうか。ヒットポイントって別に回復してないよね、戦闘終わったら。あれ、ヒットポイント回復してる ?112。ちょっと左上にも敵がいたから、あいつもぶっ倒しても。ていうか、これ敵復活してんな。いいだろう、お前を潰す。そして親玉直行でエルボブレイクダウン。どんなもんや。経験値どうなったんだか分かんないけど、ストリートイメージを覚えた。ヒットポイントプラス20か。結構でかいな。結構っていうかめちゃくちゃでかいな。
まあいろいろ行けるけど、なんかバーすぐ行けそうだからちょっと夜だけ寄ってみる。え、ちょ待って、こんななんでダンジョンっぽくなってんの？ここだけはい、ああ、かわいい坊や。ミルクは置いてない。キノコ、ちょっと待って、心読んでみよう。マタンゴー、愛する人とチョコみたいにとろけてみたい。ここなんのバーなの？え、ちょっとなんでみんなマタンゴなの？どういうこと？ミルク置いてないって言ってもさ、そのカシスミルクとか作れねえし、しかもなんだ、マジで何？え、超謎。何、マタンゴってなんかやばいところへ来てしまった。おとなしく目的地へ向かおう。見つかったけど、なんか複数攻撃がないからな。ただ戦い方は分かった。ワンパターン、射程に入ってぶん殴る、それだけ。簡単な作業だ。で、経験値がどれだけ溜まるかだな。あ、まあ、たぶんマタンゴライト手に入れた。いや、うろつきすぎだろ、この怪人たち。手は結構長えし、しっかり洗ってんな。心を読む。え、どういうこと？手についてしまった。トイレにいんの？もしかして。おお、来とったか。手を洗えよ。しっかり洗えよ。何用じゃ？実は亀がやばい、なんとかしてくれ。そういうことなら任せなさい。わしをただの古道具屋と思うなよ。筑波で学んだハイテク技術、筑波なんだ、古代より伝わる英知を持ってそのたるいもとやらを生まれ変わらせて死んぜよ。一刻を争う、地下の物質転送装置で行くとしよう。え、そんなん？近未来すごい。怪しすぎるけど。目標の座標、勝手に入ってったけど。乗っちゃいかん。え、変なとこに飛ばされそう。もう間に合わない、転送は始まっている。いいか、自分全然慌ててない、爆発しただけか。間一発で脱出した。今日は調子が悪い。これ心読めんのいいな。危なかった。あれ直せんの？だってあんな爆発して。まあ、ここで何か薬を手に入れるとかじゃなくて、あいつ自身が見に来てくれんのかな、容体をくぐり抜けて、こいつらを。まあ、エルボを一発で倒せるからね、大したことないよ。ゲッ！ラリアット1号とか意味不明なやつになってる。ここはまかり通る。ちょっと無駄な動きをしてしまった。ローキックでいいでしょ。こいつヒットポイント16しかないから。ただの蹴りで倒せる。
どんなもんよ。おお、いい経験値持ってる。もう1レベルくらい上げたいね。じゃあちょっとどこでその中ボス戦的なものが発生するかだけど、またこの部屋か。ちょっと待ってろ、今すぐ変なやつが来る。どうだった？大丈夫、東兵衛さんが来てくれるってよ。はよ。ハロー、エブリバディ。しかもノリノリじゃねえか。そうちは調子が悪いので歩いてまいったぞ。渋滞じゃ。早速このタロイモとやらを液化還元し。え？このメタルスーツに注入し、流体アンドロイドとして生まれ変わらせて死んぜよ。流体アンドロイド？まずは電極を入れて、君、これをコンセントに差したまえ。コンセント？電気で動くんだ。結構電力食いそうだな。大丈夫か？じゃあ自分で差すんだ。よっ。ははっ、感電してる。結構やばくないか。黒焦げだぞ。カメ。え？なんだこいつ。心読めるんだ。しかも泣くキモいんだけど。なんだよ。ついてくんなよ。タロイモが仲間になった。やった、それでいいのか。かおりちゃん的にはタロキチがタロイモになっちゃった。ジジイ大丈夫かお前。へえ、治った。彼らからから科学とはやはり素晴らしいものよ。ん？待ってよ。なんかよかなることを。ひょっとするとブリキ大王も同じ理論で。そうじゃ、それじゃ。え、こいつが何ブリッキ大王を蘇らせんのかな。まあちょっとわかんないけど、とりあえずタロイモが仲間になってヒットポイントめちゃくちゃ高え。ボーリング玉20ポンドって結構重いよね。攻撃力でも 8？ あ、それはあれか、武器としての攻撃力か。ステータスってかアイテム何持ってんだっけ。ファーストレイのマタンぐらい取って何。エリア内の味方ヒットポイント回復。お、すげえじゃん。でスキルはタロイモパンチとキック。みんな格闘だな、肉弾戦だなという感じか。というところで、では近未来編。なんかちょっとあんまり近未来的な感じはしないけれども、始まっていきましたのでやっていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。